皆さんこんにちは。皆さん、モンハンでこのような経験はないでしょうか。欲しい素材が出ない、これを物欲センサーと呼ばれてきました。そして今回カプコンより物欲センサーの特許が申請されていました。今回の動画では物欲センサーの歴史と特許の内容を詳しく説明していきます。まずは物欲センサーの歴史です。元ネタになっているのはドリームキャストのファンタシースターオンライン、ネットワーク RPG と呼ばれ、発売は2000年12月21日。モンスターハンターの初代が2004年なので、それよりもかなり前の作品です。ファンタシースターオンラインには、驚異のドロップ率を誇るレア武器が存在。その確率がなんと 0.0009 から 0.000048。通常プレイであれば、まず入手不可能な確率。そんな中、数パーセント程度のレアですら出にくいと言われ、一度入手するとその後は大量に手に入る。モンハンで言えばチケットが残り1枚の時に大量に出るのが近いと思います。ここから本題、物欲センサーの特許の内容です。まずは特許の要約から。少し長いですが、この後はズレ説明をしていきます。ゲーム内のオブジェクト全体の価値の変動を抑えつつ、ゲーム内のオブジェクトの入手確率を変更する。解決手段、表示部と操作部とコンピュータとを備えるゲームシステムにおいて、コンピュータに実行されるゲームプログラムであって、コンピュータを操作部に対するユーザーの操作により生じたゲーム状況を監視する監視手段、監視手段により監視されるゲーム状況に基づき、ユーザーが入手可能なゲーム内のオブジェクトの中から所定のオブジェクトを特定オブジェクトとして特定する特定手段、および特定オブジェクトが当選される確率である当選確率値を変更する。確率変更手段として機能させ、確率変更手段により当選確率値を変更可能なオブジェクトは複数あり、特定手段は当選確率値を変更可能な複数のオブジェクトの中の一部である、1または複数のオブジェクトを特定オブジェクトとして特定する。分かりにくいですが、簡潔にまとめると特定の状況で確率を変更できるということです。ここからは図で説明していきます。まずはゲームを開始、ユーザー操作により生じたゲーム状況を監視、ゲーム状況に基づき素材アイテムを特定、特定された素材アイテムの当選確率値を変更。これが一連の流れです。特許の項目は104個あり、その中の31ではこのような説明があります。ゲーム画面 D1 の例を示す。敵キャラクター N の討伐を目指し、キャラクター P を操作。クエストが達成されると報酬がユーザーに付与される。報酬がユーザーに付与されるとは、ユーザーのセーブデータに報酬であるオブジェクトが関連付けされることを意味する。つまりそのモンスターと多く戦うってことは、そのモンスターの素材が欲しいんだよねって紐付けされることだと思われます。 D2 の図ではクエストの報酬画面が説明されており、ここに関してはゲームシステムの補足のみ行われています。この部分がどう影響するかは考慮する表示で合わせて説明していきます。 D3 の図では選択中装備画面を説明しており、52項目ではここに表示されている武器の表示回数、表示時間を監視という説明があります。 F2 の表示頻度には説明があり、他の F に関しては補足説明のみとなっています。 D4 の図では武器の派生ルートの説明があり、特定のオブジェクトを把握、これが先ほどの武器画面とつながります。この時の F4、 必要素材 M の確率を変更することができるというのが今回の特許になります。具体的な例としては、特定の計算式で計算された頻度値、先ほどの体験 B の表示が多かったとして95とした場合、基準となる必要素材の確率に追加で報酬確率がアップするといったものです。そして特に注目したいのが D5 の図、欲しいものリストの説明。82項目ではこのような説明があります。本次子形態でも第一および第二次子形態と同様の効果を得ることができる。また表示頻度値に基づき特定されるアイテムは必ずしもユーザーが欲しいアイテムとは限らないが、欲しいものリストのアイテムはユーザー自身が欲しいアイテムとして指定したアイテムである。このため本実施形態ではユーザーが欲しているアイテムの当選確率を確実に変更することができる。表示時間や回数などは計算によって行われるようですが、欲しいものリストに関してだけ確実にと説明されています。今回の特許はあくまで特許がされただけであり、モンスターハンターの前作に搭載されているかは不明です。それでも欲しいものリストがある作品であれば、気休め程度でもやっておく価値は十分にあると思われます。
ここまでの内容だけ見るとユーザーにとって非常にメリットがあるように感じます。しかし最後の項目104にはこのような説明があります。また上記実施形態では確率変更手段59が当選確率値を上昇させたが当選確率値を減少させても良い。これによりユーザーのゲームのやり込み度を上げることができたり、希望のアイテムを入手したユーザーの希少性を高め、ユーザーの自己顕示欲を満たしたりすることができる。どういう状況で減少させるのかは不明ですが、ユーザーにとってメリットがない気がします。追加の報酬確率は例として挙げているだけで、本作品で確率を明言しているわけではありません。例えば M5 の素材が 3% はレア素材ですが、他の素材同様に追加 5% ということもあります。ここまでが物欲センサーの特許の説明でした。1時間ほどかけて特許の内容を細かく見たのですが、少し気になることがあります。当選確率が追加でアップするというのは当然メリットです。ではそれ以外の報酬はどうなってしまうのか、報酬枠のみに影響を与えるのかというものです。ご存知の通りモンスターハンターの報酬には剥ぎ取り、捕獲、ターゲット報酬などが存在します。今回の内容がターゲット報酬だけでなく他の報酬枠にも影響する場合、効果は非常に大きくなります。そして報酬確率というのは当然ですが合計 100% になります。報酬確率がアップするということは特定の素材に関しては出にくくなるということになります。欲しいものリストに関しては必要素材なのでいいですが、自動的に特定された素材が確率で変動するのはユーザーにとってデメリットになる可能性があります。表示の頻度値によって確率がそのままのようですが少し気になりました。また表示されない武器、いわゆるキー素材がない場合、今回のメリットはあまり得られないと思われます。それでは特許のまとめです。特定のモンスターの表示やクエスト回数、武器の画面から表示時間、表示回数をカウントする。これらを計算式により算出し、一定の数値以上で確率がアップします。欲しいものリストに登録されている素材、ユーザーが欲しがっているとし、確率に確率がアップ。確率を下げる場合も存在します。モンスターハンターの全作品に搭載されているかは不明です。以上が特許のまとめでした。古い作品では素材の要求数も多く寝ずにプレイした方も多いはず。今後は素材の入手もしやすくなりそうですが、素材集めの楽しみが若干薄れてしまうかもしれませんね。最後になりますが一言。出るまでやれば 100%。